アーニャは、きっと来るは、2020年のイギリス・ベルギーのドラマ映画。監督は、ベン・クックソン。出演は、ノア・シュナップとトーマス・クレッチマンなど。第二次世界大戦中、ナチス占領下のフランスの小さな村で起きた奇跡を描く。マイケル・モーパー後原作の同名小説の映画化。第二次世界大戦中、ナチス占領下のフランス。スペインとの国境沿いにある。 ピレネー山脈のふもとにある小さな村にある日、一人の男がやってくる。彼の名前はベンジャミン。実は彼はユダヤ人でナチスの迫害からユダヤ人の子供たちを守るため、この村からピレネー山脈を越えてスペインへ逃がすという危険な計画を実行するために来たのだった。村の羊飼いの息子で13歳の少年長はベンジャミンの計画に賛同し、 彼に協力することに。やがて、ベンジャミンの計画を知った、ジョーの父親をはじめとする、村人たちの協力も得て、ナチスの厳重な監視をかいくぐって秘密裏に計画は進められてゆく。しかし計画実行当日、思わぬアクシデントが起きる。ベンジャミンが待つ一人の娘アーニャが姿を見せないのだ。ロッテントマトズによれば、24件の評論の、 内高評価は38%に当たる9件で、平均点は10点満点中5点となっている。ありがとうございます。